はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、60分足、ボリンジャーバンド一目均衡表、トレンドなしのニュートラル状態、ストーキャスティックス、買いシグナルが点灯しております。ただ、この買いシグナル、<laughs> 強い形状をしておりませんので、はい、60分足ベースは上値が重い展開かなと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はいまずは60分足、ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す21時間移動平均線若干下落傾向を示しておりますが、まだあまりトレンドが出てない状況ということです、そんな中、ローソク足はといいますと、マイナスシグマライン、を下抜けトライ中ということで、まあ、トレンドが出てない中、売り場いいやつが強いということです。 はい、教えたケストキャスティックス、売られすぎの判断基準であります20%ラインで、買いシグナルが点灯しておりますが、まあ、直近の %D、スロー D ーの動きを見ますと、まああの、フラット化しておりますので、まあ、形状的にはあまり強い形状をしておりませんので、まあ、買いシグナルとしての精度はあまり高くないと、個人的には考えております。はい、続きまして、60分足1目。 金表ですロ、はい、そくク足と雲の位置関係から考えますとトレンドがない状態、そんな中、はい、ローソク足やと言いますと、雲の上限を下抜けトライ中ということで、まあ、売りバイアス強め、あとは短期市場の赤いラインの転換線が鋭角に下落をしております、これも買いバイ売りバイアスが強い状態ということですね。はい、それではは ニューヨーク時価のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインなんですけども、まあ、そうですね、128円の50レベルと個人的には考えております、128円の50レベル、このぐらいですね。はい、で続きまして、レジスタンスラインなんですけども、60分足の直近高値レベル。 129円の3、4レベルですね。このレベルです。あとはですね、8時間足の21本、移動平均算129円の40だったりとか、4時間足のボリンジャーバンドマイナスシグマラインレベル、129円の38といって あの3、8レベルということで、まあ、この直近、60分足の直近高値とほぼ同レベルにです、ねまあ、抵抗体が並んでおりますので、き、まあ、今日もです、ね、特にイベントもありませんのであの、そんな中、その並んだ抵抗体を上にブレイクするほどのパワーもないのかなと、個人的には考えております。 はい、本日の予想レンジ。本日、ニューヨーク時間の予想レンジですね。128円の50から129円の3、4レベルということで、はい、ラレンジ内での推移でも上値は重そうというところで、はい。 はいあの先ほどご紹介した通りですね本日のレジスタンスライン、60分足の直近高値129円の3、4レベル、あとはそのレベルには8時間足の21本移動平均線129円の40だったりとか、4時間足のボリンジャーバンド129円の3、8だったりとかって、抵抗体が並んでおります。なので、まあ、あのイベントもない中、まあ、それでその抵抗体を 上抜くほどの,、まあのパワーもないということで、まあ、個人的にはです、ね、本日のニューヨーク時間、上値の重い展開かなと考えております。